はい、今日はですね、横浜にある太平堂鍼灸院さんの、DIY 現場にお邪魔しております。で、皆さんで一緒に壁を塗っていきたいと思います。ちょっとお話をお伺いしたいんですけど。はい。はい。漆喰塗り歴どのくらいですか？何時間？朝今日何時だっけ？10時ぐらいからでしたっけね。9時ぐらいからですね。9、10、11、12。4時間。4時間。はい。どうですか？めっちゃ楽しいです。朝と比べてどうですか？なんか朝言われてよく分かんなかったことが今やりながら、あ、さっき言ってたのこれかってなってます。なるほど。落とし込んでる感じですね。いや、すごいやっぱね、教え方がいいから。ありがとうございます。自己紹介から。なるほど。心意の自己紹介から。はい。じゃあ、太平堂鍼灸院という鍼灸院なんですけど、そこの院長をしてます高橋と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここの最初のコンセプトというかイメージを、はい、まだオープンがいつ2021年の7月12から始まります。また完成した時に。でみたいなと思うんです。ぜひぜひ空間見てもらいたいなと思って。もともとなんか本当何にもない殺風景な空間だったんですけど、やっぱりこうなんか子供とかちっちゃい子とかお母さんとかなんかそういうなんかちょっとこうね、自分が体が疲れたり弱ったりとか、まあ子供なんかだとちょっとこうなんかちょっとケミカルなものとか良くないなと思って、それになんかいい空間を作りたいと思って今頑張って最初。はい。午前中ここの空間を、はい、終わらせて、何名ぐらい6名ぐらいですかね、はい、こんな感じで、はい、実質多分やったのは2時間ぐらいだと思います。2時間でここまで来たんですか？はい、ありがとうございます。なんか僕もその仕事の前に一瞬見ていただけなんで、いや2時間でこんなにできるとはって感じですね。はい、1日がかりかと思ったんですけど、結構、おそらく今日で4分の3ぐらいはいけると思います。そうですか。うまくいけば、もうあと塗るとこっても本当ここの現場までなんで、うまくいけば終わるかもって感じです。はい。結構塗る面積として多いんですか、ここは？そういうほどでもないです。あ、そうなんですか。天井があったら、あ、なるほど、気合い入れないとみたいな感じで楽しく塗って終わるっていう感じですね。はい。結構皆さんもコツを覚えるの早いというか。あ、そうですか。はい。なんかそれこそラマソールさんの動画を事前にこれ見といてくださいって言ってるんですよね。そうなんです。そう。なるほど。なんか絶対みんなこうやって返すとか、こっち垂れるの気をつけろとか、なんかそういうのとか見てました。あ、そうなんですね。だから飲み込みが早い。事前復習担当してる。なるほど。本当にいい動画でした。すみません、本当にありがとうございます。いえ、こちらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。12日にオープンしますので、それに向けて内覧会という感じなんですけれども、この後ですね、ご案内をするんですが、まだ鍼灸院らしいものというのはもう全く置いてない状況で、ひとまずこの空間、ね、まだ治療の道具が揃っていない状況だけれども、結構こう人を元気にする空間にもう仕上がりましたよというところまでをぜひ感じていただきたくて、内覧会を開かせていただきました。